久しぶりのね、ギターの Vlog ということ、です。お久しぶりです。お久しぶりでもないか、ギターの Vlog が久しぶりなだけだったね。はい、ということで今回はですね、先日のね、Vlog、旅 Vlog の方でもね、上げた、KISS の、ライブに、前回行ってきたんですけれども、もうね、KISS のライブに行ってきたからもう KISS って聞いてるんですよ。もうめちゃくちゃ今ハマっちゃってて、めっちゃ聞いてます。で、まあ、映像を見たりとか、曲を聴いたりとかっていうことで、めっちゃ今 KISS の余韻が、いっぱいあるんですけれども、もともとね、 KISS は僕が、小学校だったかな、小学校くらいの時に親父のね、レコードの中から一つだけ、KISS のレコードが一個あって、なんだこれと、超怖えな、気持ち悪いなみたいな感じ、気持ち悪いって言ったら失礼か、なんだこの怖い人たちはっていうような、ジャケットを見た記憶があるんですよね。だからちっちゃい頃になんか生ハゲを見たような、うわすげえ怖いけどなんかちょっと気になるみたいな、存在だったんですけれども、で、子供心にそのレコードを聴いて、びっくりしたのが、毒々しいその見た目によらずめちゃくちゃポップな、曲っていうところにかなり子供心になんかざわついたんですよね。そっからちょっとキスにはまるようになって、中学生ぐらいの時だったかな、中学生ぐらいの時になんか改めてね、ギターを始めるってなった時にキスをめちゃくちゃ聴き始めたっていうような経緯があるんですね。で、そのキスを、まあね、ギター始めた時は、聴いていたんですけれど、まあ、約十数年ね、あんまり聴かない時期があったんですよ。そこからもうどんどんなんか音楽の趣味もコアになってって、いろんな曲から、まあ、メタルからジャズから、ブルースからもっとコアな音楽に進んでたんですけれども、まあ、今回ね、KISS が最後のツアーに回るっていうことで、日本に来て、まあ、これはね、まあ、僕の本当に人生を変えてくれた、バンドだから最後は絶対見に行こうということで、行ってきました、つい先日ね。で、行ってきて、なんかね、この KISS の良さっていうのを再確認をしたんですよ。で、KISS の曲を聴いていく中で、まあ、今この年になってギターをまあ何年何十何年やってきて、改めて曲を聴いてみると勉強になるフレーズがめちゃくちゃあるなっていうことを気づいたんです。で、今回はその勉強になった曲の一つのフレーズを今回はシェアをしていこうかなと思ってます。で、今、こうやってね、演奏を聴いてもらったんですけれども、これはファーストアルバムに入ってる Deuce っていう曲なんですけれども、これはもう KISS の代表曲、代表曲で、もうライブでやらない時はないっていうような曲になってます。で、この曲のギターソロがめちゃくちゃ、その基本は A マイナーペンタトニックスケールこの、フレーズを使っているんですけれども、もういろんなテクニックが散りばめられてる、めちゃくちゃ難しいっていうフレーズではないんですけれども、基礎的なフレーズっていうのが組み込まれているので、これからアドリブをやってみたい人とかペンタトニックスケールを覚えたい人、何かロックのギター、ロックっぽいギターソロを勉強したいっていう人はぜひチェックしてみてください。あんまりね、僕の周りの若い子でもあんまりキスを弾いてますっていう子ってあんまりないんですよね。見た目は知ってるけれども、見た目とかなんか存在は知ってるけど曲ってあんまり聞いたことないんですよねっていう人が結構多いんです。で、ぜひね、そういった人たちにも、まあ、キスを聴いてみてほしいと思うんですよね。で、ギターこれからやるっていう人も勉強になるフレーズというか面白いフレーズたくさんいっぱい入ってるので、ぜひ、聴いてみてほしいかなと思います。で、今回紹介していくのはさっき言ったデュースなんですけれども、まずイントロのね、この入りの部分、このハーモナイズドチョーキングの部分、これがハーモナイズドチョーキングって言って、チョーキングって基本一つの弦をグイッと押し上げて違う音程を出すっていう一つのテクニックなんですけれども、ハーモナイズドっていうのは二つの弦を押さえて片方の弦をチョーキングさせて、もう一つの弦で押さえてる方と同じ音程まで上げていくっていうテクニックになります。今回このデュースの、チョーキングっていうのは3弦の7フレットを薬指で押さえて、2弦の5フレットを人差し指で押さえる。で、この薬指で押さえてる方をチョーキングする、同時に鳴らして、薬指だけをチョーキングしていく。そうすると不思議なことに3弦で上げた方の音と2弦の音が同じ音になる。これこういうね、こういうフレーズになってます。これがハーモナイズドチョーキング。これは、しっかりと3弦の方で上げた音程と2弦で押さえてるところの音程が同じになるところまで上げる。ここだ、ここね、これ上がんないと濁るから、これ。ワンワンワンってならないところまで上げる。これがハーモナイズドチョキ。
ハーモナイズとチョーキングで、次のテクニックが、この曲はさっき Am ペンタトニックを中心に、ソロを弾いてるっていうことなんだけれども、このフレーズ、これは実は Am ではなく Am ペンタに実は変わってる。だからこの曲は Am ペンタと Am ペンタが行き来するフレーズになってます。で続いていくわけなんですけれども、ここだけ一瞬ねメジャーペンタが出てくるので、メジャーペンタが出てくるので、注意してみてください。でそしたらこのここでもうマイナーペンタに戻る。これクロマチックの動き、本来はマイナーペンタトニックってここなんだけど、あえてここは軽音としてマイナーペンタトニックの音で入ってないところを入れる。でこれあとチョーキングね、この曲はチョーキングがめっちゃ出てくる。1音チョーキングって言って、その上げた弦の1音上を狙うチョーキング、ここもチョーキングっていうものも出てくるので、しっかりとねこのチョーキングのテクニックを前ね、なんかレス、動画で前の動画でも言ったことあると思うんですけれども、指の力だけで上げずに、このドアノブをひねるように指の形を同じまま上げるっていうか、この手首をひねるっていう言い方が正しいです。で、次ねこの次、ここだけは実は1音じゃなくて1音半チョーキングになってます。かっていうと、マイナーペンタトニックの5弦ルートのこのマイナーペンタトニックの2弦の13フレットをめがけてチョーキングしてるからなんですね。このマイナーペンタトニックって実は2弦の12フレットはマイナーペンタトニックの音ではないです。なので1音チョーキングしちゃうと音外しちゃうんですよ。なのでその上をまた狙っていかなきゃいけないから、1音半上まで、しっかり上げてあげるっていうのが、また一つの、ポイントなのかなと思います。で最後がこれはマイナーペンタトニックを、下っていくフレーズになります。で最後がこれ、こういうフレーズになってます。これはペンタトニックプラスアルファというふうに捉えてほしいんですけれども、まずここは大丈夫ですよね。でこの後3弦の8フレット、これはフラット5って言って、このブルーノートっていう風に言われているフレーズになります。ここブルーノート入れます。でこの後が4弦と5弦が765、5弦も765っていう感じでクロマチックで下がっていく。ちなみにペンタトニック以外の音は、まあ、厳密に言うと、まあ、厳密っていうか、まあ、課題解釈をすると、まあ、入れてもいいかなって思ってるんですよね。で、どうするといけないかっていうと、ロングトーンで伸ばしちゃうと音がもうめちゃくちゃ外れたっていう風になるので、ロングトーンで伸ばさずあえて軽音で入れるっていうのは、まあ、いいんじゃねっていうような感じになってるので、入れちゃってます。失礼。でぜひコピーしてみてください。ペンタトニックプラスアルファね、ぜひ覚えてみてほしいかなと思います。はい、じゃあまとめをしていきましょう。まずはハーモナイズとチョーキングこれね。であとはマイナーペンタとメジャーペンタを行き来するので、でメジャーペンタを入れるところと、このチョーキングね、チョーキングのポイント、あとは一音半チョーキングと、あとはペンタトニックプラスアルファ、はい、これだけのテクニックが実は組み込まれているっていうのがこのキースのデュースでした。
ういう風に、ちょっとずつねこのペンタトニックっていうのもいろんな楽曲で、フレーズフレーズを覚えて自分のフレーズにね、していく。でキーを変えてやってみてもいいと思います。ぜひチェックをしてみてください。もし何か質問とか疑問とかがあればぜひコメント欄にいただければと思います。この動画が少しでもいいと思ったらぜひいいねを、あとはチャンネル登録もお願いします。ということで、良いクリスマスをお過ごしください。ではまた。